いやー、結構ね、良かったですね、今日。これ。あ、その前に。ちょっとね、今日くらいはっていうか、まあ、ビールは飲むんですけど、毎日。まあ、ちょっとこの、映画の中で、乾杯。お！一旦飲んで、本日はですね、すごかったな。16点。これ見えるかな？これフォーカス効くのかな？効かない。これ自分のか、あ、いけたいけた。これちょっと反転しちゃってるか。今日の、売り上げ 売り上げっていうか、今日はですね、前回よりもね、びっくりした。今回、合計16点で、合計金額、買い取ってもらった金額が、44万5057円。すごいねー。もうこれで、本当にもう、洋服はもう全部いったんじゃないかな。ただね、ちょっと、売りすぎて、多分これ、ちょっと層入ったか分かんないですけど、まあ、あんま関係ないかな。ちょっとね、これ、売り終わった後に、悩みがありまして、まず、冬服が、ない。冬に着られることができ、着れる服が、1着もない。まあ、かろうじて1着あるんですけど、ベストなんですよ。直帰ね。直帰なんで、こう、寒いですよね、冬。なんで、それしか残ってなくて、これはさすがにと思って、また服買いました。服買ったっていうか、これ冬服ですね。こう買わないと、もう冬、乗り切れない感じなんで。あ、これはね、これサングラス、前から持ってたんですけど、このレンズの色を、変えてみました。これは無駄遣いっていうか、まあ、安いんで、まあ、あんまりこれはやりすぎには入んないと願いたい。これね、多分いい感じなんですよね。まあ、ちょっとね、全部で44万ぐらい売れたのが、前回のと合わせると合計70万ぐらい売れたから、結構嬉しいな。こういう冬服ね、1着はちょっとないと、さすがに、そう、これなんか内側あったかい。あとなんか、パーカーとかね、なんか羽織れ、なんか着れば、わかんない。大丈夫なんじゃないかなって思ってます。で、あとは、もう一個問題があって、まあ、全部売りすぎ、まあ、売りまくりました。とにかく売って合計70万ぐらいになりました。ただ、その冬服がないっていうのは、これで、まあ、一旦解決ですね。これ買ったんで、まあ、冬多分大丈夫。ただ、このね、ズボンね、ガチでこれ1着しかないんですよ。なんで、もう1着やっぱないとね、これ汚れた時っていうか、これ1回、これを洗濯するときに、干すじゃないですか、これを。その時に、その日1日何を履けばいいの問題が発生するんで、なんでズボンは、やっぱ買わないとダメですね。ズボン、なんでズボンは2着持ってないとダメっていうことが分かったんで、まあちょっと、まあどこかで、
多分この後バイク売るタイミングとかで、さすがにねズボン一着はちょっとやりすぎたなと思ったんで、はい、なんでちょっとズボンはもう一着また買おうかなと思います。まあそれぐらいかな、もうあといらない、うん、何もいらないと思う、うん、洋服は例えばなんていうんですかね、冬その綾部っていうところは結構雪が降るみたいで結構寒いらしいので、ヒートテックっていうかね、肌着ですかね、中に着る、そういうのも持ってないのでなんだ、あるかな、あるわ、そういうのあるかもしれない、うん、多分残ってる、それ残ってるのでいいや、うん、だからあと多分なんだろうな、多分大丈夫、うん、洋服大丈夫、やっぱうん、ってみるともう、まあ、お金たくさん入ったんで、やっぱお金がたくさん入ると、まず安心します。で、良くないのはじゃあお金入りましたって言って、でそこでもうどん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 買っちゃうのが、そうするとまたね、またループ入っちゃうから、またループ入っちゃうから、だからもうこれでもしね、こっから先もし買うことがあったら、その歯止めが効かなくなって、もうそしたら正直学んでないってことですよね、その過去の過ちに対して。だからそこはもうさすがにっていうか、まあ、この映画作る中で僕も学んでいけてる部分だと思うので、もう今後ね、うん、ガンガン買いまくってローン組んで、いや来月払えるかなみたいな、仕事大丈夫かなみたいな、仕事入んないなみたいな、あのループには絶対にもう、そこは絶対に行かない。で、1個はまず、うん、多分その消費するっていうことに対する洋服ですね、その、うん、ループからはローンね、その服買ってローン払いになるっていうループからは脱出できたと思うので、結構心は軽いと思います、うん、ただ、ズボンね、ズボンがちょっとやばいなっていう、まあ、あと1着はちょっとなんか買いますわ。ということで、お疲れ様でした。